どうなんでしょうか。さあそして原口ドリブルで仕掛けていきます。中こぼれた、小林シュート、小林勇気代表初ゴール、日本4点目。オランダでプレーをして代表に戻ってきた小林勇気、右足ですね、落ち着いてましたね。利き足の左ではなくて右で成長の証をしっかりと刻んでみせました。鈴木さん、はい、スタジアムがちょっと最後1点見たいという空気の中、小林がやってくれました。いいシュートでしたね。この時間帯にあのポジションまでこう行くっていうのはなかなかないと思うんですよ、ボランチの選手が、はい、でも点数を取りたいっていう気持ちが非常に高かったので、そこまで足を運んでましたね。試合終了